はい、皆さんおはようございます。けしまるです。現在6時12分でございます。はい、今日はちょっと朝早く目覚めまして、絶賛お仕事期間中なんですけど、今日は朝早くから歩合制のお仕事を地道に続けて、今日は終わらせたい目標のページ数が8ページ分っていう風に考えてるんで、朝からまあいろいろとりあえず準備して今日も一日お仕事を頑張っていこうと思います。今から化粧水をつけます。おいちゃん、登りたいのかい？ワンちゃんは登りたいらしい。かわいい後ろ姿。そう、一応この歩合制のお仕事は今月までで終わってしまうんですけど、もしかしたらその先生の新しい企画が来月からまた始まるかもしれなくて、お仕事はもしうまくいけばこのままあり続けるという感じです。まだわかんないんですけど、一応なくなるだろうという予想の上生活していきます。そう、あんまり期待しちゃうとね、落ち込んじゃうんで。今まではこの歩合制のお仕事を毎日3ページずつ小分けにしてやってたんですけど、ちょっとまとめて早く終わらせて、その七重日記もまだ全然滞っちゃってるんで、お仕事期間を早めに終わらせて集中して動画編集とか自分の漫画ができるようにしようかなと思っております。なので、あさってぐらいまでに仕事が終わればいいかな。はい、それでは早速1枚目をやっていこうと思います。さあ、2ページ目をやっていこうと思います。今3ページ目をやってるんですけど、3ページ目がちょっと背景が多くて疲れちゃったな。スマホタイム。ちょっと前にワンちゃんタイやりますか。はい、現在9時38分です。今3ページ目が終わりました。なかなか順調に進んでおります。で、ちょっとここで一旦休憩を取りたいと思います。バナナ、ワンちゃん、あれ、うまく割れない。いただきます。そう、私韓国に2年間ぐらい留学に行ってたんですけど、韓国行ってからボックスティッシュを買わなくなりました。韓国人の友達がボックスティッシュ買ってなくて、普通に鼻かむ時とかちょっとしたもの拭く時とかこのトイレットペーパー使ってたから、なんかそれに慣れてボックスティッシュ全然買ってない。2年間ぐらい、あの箱を潰さなくていいですしね、楽ですよ。バナナ美味しい。いただきます。パリパリで美味しい。さっきまでやってた3ページが割と楽なページだったんでスムーズにいきましたが、ちょっとこの後のページが細かい背景とかが出てくるんで処理に悩みますね。うまい。最近アイスが止まりません。ほぼ毎日食べてる。間に入ってるチョコがパリパリで、で今回買ったやつが外のモナカもサックサクだからめっちゃ美味しい。なんかさ、
そのお店の売ってる状態によるんですけど、もなかがふにゃふにゃだったりすることがあるんですよ。でもなんか最近買うのは全部パリパリだ。スーパーで買うと外れないのかな。うま、味を噛みしめる朝から。残りは後で食べるか明日食べます。はい、今ちょうどもうすぐ12時なんですけど、午前中に5ページ終了しました。はい、ここで、あー、ちょっと眠くなってきたので、お昼前にちょっと仮眠をして、ちょっとお昼は準備しなきゃいけないんで、その前に準備する元気をつけるために仮眠しまして、でそこからご飯にしようと思います。昼ご飯でございます。今日はまたサラダとゆで卵とご飯と餃子3つと昨日の食べ残しのアジフライです。配置もぐちゃぐちゃですが、いただきます。今ね、もうすぐ1時です。さあ食べよう。今日のノルマはあと3ページあと3ページです。6時ぐらいには終わればいいな。今日はヒカキンさんの動画を見ております。なんかタルタルに、鍋にタルタルをいっぱい入れてエビとかをつけて食べるっていうやつ。これは昨日揚げたアジフライです。なんかできたやつを揚げるだけのやつ、うん、餃子ってなんでこんな美味しいんだろう。ごちそうさまでした。さあ午後もお仕事していきます。ヒカキンさんのやってたタルタルのやつがめっちゃ美味しそうと食べたい。ご飯を食べたら眠くなる。これが終わったら一回出よう。またさっきから効果トーンをつけては違うなと思い削除して、また次のやつをつけてはまた違うなと思い削除してっていうのを繰り返しております。効果トーンって難しいんだよな。でも今の先生はほとんどリテイクがないんで、自分の好きなようにやらせていただいてるんですけど、指定がない分悩みもしますが、でもリテイクがないのがね、なんかすごいなと。めっちゃこだわりがある先生とそうじゃない先生といるから、本当にお仕事してみないと分かんないですよね。またやり直し、雰囲気をつかむのが難しい。あ、これだけど、なんか冷房だと全然効かなくて、ずっとドライにしてるんですけど、そうすると喉がやられるっていうね。はい、あと残り2ページとなりました。ちょっとここで休憩しまーす。わー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 、ノルマはあと2ページになりました。2ページ2ページ頑張るぞ。わっちょん今17時半です。ちょうど今日のノルマの8ページが全部終わりました。ノルマの8ページを朝から頑張ってなんとか6時前に終わらせることができました。まあ、休憩も入れながらでこの時間に終わったんでよかったかなと思います。はい、皆さんもお仕事お疲れ様ですね、わんちゃん。じゃあまた動画開けます。
ます。バイバーイ。